家計も企業も人が動かします。産業も技術も人が生み出します。国民民主党が人づくりこそ国づくりを政策の柱としているゆえんです。技術等の進歩や変化が加速する中、現役層のリスキリングも重要です。リスキリング政策に熱心なスウェーデンでは、イルケス・ヘーグス・コーランという職業訓練校が有効に機能しています。学費は無料、失業している場合はリスキリングに取り組むことを条件に、 失業時給与の80%まで給付され、生活費を補うために教育ローンも利用できます。つまり、所得水準を落とさずに2年間、リスキリングに取り組めます。こうした制度の導入も含め、リスキリングに関する総理の方針を伺います。